はい、皆さんこんにちは、一輝です。ドンキーコングトロピカルフリーズ実況プレイパート26始めていきます。 6-8 メルティボルケーノ、これは何だろう。メルティは溶けるだけだな。完全にボルケーノって溶岩だよな。雪山の溶岩ってどういうことだよ。あ、でも凍ってるわ。違う、バナナだっけ。なんもないか。いくしゴーゴー。うお、壊したら急に溶岩降ってくるとかやめてくるね。ガーって、あー、下行けると思ったのにボーナスじゃねえのかよこれ。一回やったらもう割れてるじゃないか。怖え、何この仕掛け。あれ、いきなりもうハードに変えちゃおう。よし、あったあった。これは何、これだけか。うん、ランビー駆け抜けろってことかよ。怖い、ちょい。上なんかある。死ぬよね、これすっげー怖い。ちょい、足場沈んでるじゃん。怖え、何この仕掛け。おおおおおお、溶けてる。おお、全てが怖えよこれ。ちょ、やめてくれよ。危ねえ、死ぬかと思った。詰まったら死ぬ、迷ったら死ぬか。あお、中間、おい、ピース。あー、ピースに迷った。これまずい、浮く仕掛けがないから怖え。いけ、よし、あー、下いけると思うんだけど、怖い。あるじゃん、なんかこれは降りよう。そういうわけでもなかった。ボーナスはない。早く、難しいぞ。とう、やべ、怖い。あー、ちょっと待てよ。とう、とう、でこれは待ってばこうなるから。溶けてる、やばい、飛距離が足んなかった。最終ステージやるから。ちょい、ちょ、待って待って
同じミス。Y で走るはずなんだけどな。助走してないと走れてるのか Y でも。どう？早く早く早く。落ちてきてない。あれ N ないよ。おーどどどどどどちょい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 それ何乗ってかなきゃいけないのこれ。うわもうなんなんだよ。足場が落ちてくるスピードと自分の足場が落ちるスピードが全然違うんだけど、こっちの方が速いんだけど。ちょ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 、早い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 。怖い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 。早く早く。これは多分踏んだけども、そうだよ、ドッキー押しっぱじゃダメなんだって。早く早く早く。溶けてる溶けてるから。後ろの方でさ、ワンフ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 ワン。これはどう？ちょっとそれはおかしくね？それダメだろう。あれ壊すのかと思ったらちょっと待たなきゃいけなかったのか。早く早く。ドキドキ。あれはでもボスの声っぽいんだよな。あーイラッとする。そう。駆け抜けるのが足んなかった。おい足場が
坂になってて氷だからすっげー滑る。ほう、先端で待って、ほら。とう。ほえ。とう。よい。間に合わねえよこれ。飛距離が足んないしさ。ちょっとでも動くとすっごい滑るかなこれ。おう、よし、急げ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 、滑る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 、だからさすっげえ怖いんだよこれ。難しいだろこれ。うまいように作られてんな。滑る滑る滑る、よし、だからね落ちたタイミングでジャンプはできないんだよな。タイミングつかめねえ。痛い痛い、ぶつかったぶつかったぶつかった、危ない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 。どう、もういっちょう、どう、もういっちょう、滑る、一回待って、よし、途中で仲間なくなるのマジで怖いわ。そこから割れんのかよ、左から割れるんじゃないのかよ。よし、まだここはゆっくりだな。今だ、逃げるんだよ。足りない、逃げ切れなかった。はい、足場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 、よし、ほう、よし、やっとクリアした。ピース全然集まってないからね。で次は？次ボスだね。ってことはここだな、隠しボール。じゃあ探しに行こうかな。Ho ho 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 ho!
なんだろうな、ディディは使えない、ディクシーで ディクシーで浮き上がるとあれに当たるだろう。ってことはあえてクランキーで行ってみるか。クランキー跳ねれるからな。あ、そうだ、これだ。あ、仲間なかったか、これ。よし、で、ください。とドゥーンドゥーンドゥーン、パワー、ジジイ、ジジイ使えるな。あ、でも食らう。意外に大丈夫かなと思う。全然大丈夫かなと思う。トウトウ、痛い。ここ取ったっけ、覚えてねー。覚えてない。よし、やばい、取ってる。このエリアピース取ったっけ。どんだけ、あ、全部取ってんじゃん。ねえや、痛い。仲間もないっけ。開いてる開いてる。危ない、死ぬ。あー、画面真っ暗になっちゃったよ。よいしょ、これ大丈夫。よし、と一回待って、よし、安全に行こう。よし、あー、もう無視だ。ブラゴリどこにあんだろう。まあ無理ですよね、それは。中間グーダメです。中間の位置、中間じゃねえや。とりあえず裏ゴールの位置だけ把握しとこう。どこにあるかわかんねえ。倒れ、探しすらしないな。怖っ、これ。これどこに戻ってくるかな。あえてここに来たけど、うどんで、多分上に行けるはずなんだ。
ちょい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 。で、これ開けて速攻。当たっちゃったー。やってしまった。やべ、これはまずい。裏ゴールの位置だけ分かったらコースから出たらもう一回やらなきゃいけないんだけど、どう考えてた、あれ上が行って上があるからもう絶対ディクシーとかまずいもんな。これ無理だわ。てか取らなくていいやつ。てかそうだよね、もうピースは取ってんだもんな。急げ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 。一回待ってはいたろうけど、ここまであった。あぶねえ、早く振り上げろ。振り上げねえこいつ。あの上かってことはやっぱクランキー正解っぽいな。それが分かったんでコース出まーす。でクランキーを死なさないようにするためにはどうしたらいいんだ。ハート何個か買えるかな。ファンキーのところ寄ってくっか。ファンキーどこだったっけ。フライアンとパイどこよ。戻れ戻れ、あったフライアンとパイ。あー目が回る演出だわ。えって言ってる。レッド、ブルー、グリーン、バルーンのカラー揃えたね。お好きなバルーン、レッツゲット。タイルカップ。いやー、1個ずつ月1個か。ちょっと待って、5個くらい買っといて。Hey you、抜け道見たことあるかい。できるお猿は見逃さない。それをね、今から取りに行くんですよ。で、ここだよな。で、アイテム、ハート持って、落ちたとき死なない、これだな。これでいいんじゃないかな。完璧な、布陣でいかないと。さすがにな、クランキーのあのジャンプ性能じゃ死ぬんだけど、このステージは、もうあのトゲの上ってことは分かったから、いきなり死ぬわけにはいかないよ。あ、こういうことね。シャキーンってなった。ジャンプ足んなかった。いや、使っちった。どんだけ効かないんだろう。あ、もう戻っちった。まあラインアップあるしな。よっ、おう、戻ってこれた。間違えた、ディクシー取っちった。ミスしまくってる。くそ、最初からファンキー連れ、ファンキーじゃねえや、最初からクランキー連れてくか。あーでもな、クランキー連れてくとな、これ落ちるとかあるからな、ほんとに真面目に。
あ、でもディクシーは連れてたまんまになるから最初の方は安定か。で途中だよな。テイク2。よし、よ、あ、そうか、最初のやつディクシーでハートにすればよかった。できるかな。一体か。パワー、ここで使っといて、ハート、クラッキー、パワーだから無敵だぜー。あ、パワーが切れた。これはやばい、ご両親ですよ。一応無敵がなくなったから慎重にいかんと。食らうよね。どうしよう。ゆっくり来て。ただね、ゆっくりとね、死ぬんですよ、これ。どうしよう、まずい。あぶねえ、落ちるけど。どうしよう。いけ、怖え、これ。よし、ここまで OK だ。よし、これはハート、ハート、ハートじゃねえ。うわー、これどうしよう。あ、やっちまった。ドギー、その1ダメ。あ、待ってよ、あれご両親いけるか。別にクランキーじゃなくてもなんかドギーご両親できるのかね。うん、いけっかもな。頑張ればいけそうなんだよな。いや待てよ、これ一瞬でこうして、あー、ダメか。やっぱりクランキーがいるとダメか、これ。ダメっぽい。
回戻ろう。クランキーで大ジャンプしないとダメっぽいな、やっぱり。できた仕掛けですね。もう一回挑戦するか。よいしょ。やばいからですよね。よいしょ。危ねえ。氷で落ちる仕掛けも怖えけど、電気の仕掛けも相当恐ろしいな。これあっちゃっぺやっちた。でも中間取る前だから何とかなってるな。危ない危ない。よっ、ミスったか。危ねえ、やり返した。ここ何だったっけ。ハートが欲しい。よし、よし、これは大丈夫か。大丈夫。よし、ローリングジャンプ最高。下から行こう。そのままドーン。ミスで上に行くと。でこの仕掛けはそうだった。で一気に逆。ここで待って一気にローリングで駆け抜ける。ここまでオッケー。おお、怖え。よし、どうすればいいんだっけこれ。このまま、まあ、ダメだよそれ。やっちまった。
ほんとそれダメなんだよな。何回この映像を見せるんでしょうかね見せることになるでしょうか。さすがにな、ミスできねえからな。最初ディクシー連れてくのもあれだな。落ちるの気にしちゃダメか。でもあえてディクシー連れて最初のあそこの2体をハートに変えとけば幾分か楽になるのか。で途中でクランキンにチェンジすれば結構ハートはあると思う。2個ぐらい追加になるのかな。と思ったけどバナナなかったよ。溜まってなかったよ。変わんない。よこんなだったらバナナ溜めとけばよかった。やっちまった。まあでもまあいっか。その場で落ちただけだから一回待とう。危ない危ない危ない。ジャンプして、使っちった。シャキーンってなっちったよ。危ない、一瞬落ちたかと思った。仕掛けがローリングジャンプで駆け抜けばいいんだけど、ハート欲しいな。本気で思います。それは危ない危ない危ない。超えられた。超えて、それはちょっとまずい。怖い、ここまで来るのもすっげえ怖いよ。ないのね。そしてバナナコインだけだよな。よししゃがめ。おっしゃ来た。いけるこれ。ジジ跳躍力最強。オッケー、大変長らくお待たせしました。裏ゴールクリアです。
はい、よかった。クリアできた。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。